キムソクとか、うん、まあその日照を見てたりとか、大体してるんで、あのたまたまその時だけ早寝しようとか、あ、今日早寝じゃなくちゃいけないんだよなっていう時で、座ったら寝過ごしそうだったんで、健常者で起きてもっと前に見てたら、ちょうどあの乗りのままだのところ、踏んで直線見たら踏切の真ん中に座布団を置いて土下座してるのに奥で、あ、あ、まだまだ。で、うわって思って運転手どうしてんだろうって見てみたら運転手も吹雪満々で、あ、終わったあの、吹雪満々だよ、もう目の前にいたら、もう吹雪しかない、止まれない、止まれない、生まれる音が、家族で自由になる、あー、見えるんだよ、あとは運転手がすごいんじゃなくて、奥で見てた人が運転をしたんで、あー、だから、運転できますか、ね、あその前に買い当たったことがあるな、うん、俺一回だけ、一回がひどかった、はい、北斗線乗っててさ、あれだよ、白鳥の帰りだよ、白鳥ラストで乗っかってて、住んで青森から北斗線で友達と戻る時だったんだけど、二戸の山の中でだよ、うん、なんであんなところで人引くんねんっていう話で、あんな時間で、うん、いやもう。んで、出れなくて、しょうがなくて、釜が迎えに来たのが7号だったの。ああ、うん。そんで、こりゃすげえやって言って、でも、白鳥乗った帰りの人たちばっかりだから、みんなてっちゃうんだよ。で、仙台とかで新幹線乗り換えてくださいって言われたんだけど、乗ってていいんですかって言ったら、大丈夫ですって、遅れますよ、その代わりって言われたら、みんな乗ってるんですで、一般客で、あの昼飯を頼んでた人たちがみんな仙台で降りちゃったから、昼飯は待ってるんですけど、どうですかって言われて、みんなで食堂車食いって言ったなんだこれみたいな。急にまだちょっと悪いかな。私、昔、あれ、学校の学習合宿が那須であったんですよ。で、仙台までそんなに遠くなくて、確か、さっきとかあの辺りだったんですよ。で、そろそろちょうど今日、カシオペアは遅延してるって言ったよねって話してて、先生にいつか写真撮りって言ったら、ああ、別に10時間、あと1時間ぐらいあるからいいよって言って、だって大学だったんで、車で普通にズーンって行って待ってて、でも、遅れて行ってるけど、そろそろ来るのかねって言ったら見えたんですけど、なんか、だいぶ違くねって言ったら、金太郎で、金太郎の後ろに蜂ついてて、で、後から聞いたら、空想からこっちは6秒で引っ張ったって聞いて、はあ、あの時で、クルーズまであの時は、金太郎の後ろにそのまま8、1秒ついて、北斗線ついてて、うん、ああ、その写真見たことある。カメラを持ってくれすげえ。なんか、パパ真面目に学習らしく言ってたのが、本当になんか、悔やみますね。だから、貨物で禁煙がかかったんだ。なんか聞いたら、その対抗で走ってた貨物が、白川かどっかで貨物切り離して、で、ひまわしをして、谷谷の線路を逆走して連結して引っ張っていって、うん、で黒磯で落として、またその釜が白川に戻って、貨物にくっつけて走ってたという。あ、なんで、上下線ずっと止まってるっていう感じだった。金太郎が引いたのって、その時だけですよね。いや、なんか、その後営業設定はやってるんですけど、8日付きではその時だけ引いたんで、うん、その時だけ写真が。橋邸の、ね、上野駅からのあれで、駅ブラフがバッター運転手さんは知ってる人なんだけど、うん、ちょうど定年退職される方で、うん、超マニアそう、マニアが来ましたねって言って連絡したら、そうですよ親まで写真撮ったら絶対的に話してくれますパパンパンなんか九州だけなんで。足音屋の最後の日もなんかめっちゃ手つきだね。そう、女子芸能なんか人も言ってた。うん。あなたが思ってた。